はい、皆さんどうもがめこです。本日もですね、シティーズスカイライン PS4 版、ミッションダムのある風景実況の方やっていきたいと思います。はい、ということで前回はですね、2万6000人で、こちらですね、雄大な都市じゃなくて主要都市になることができました。はい、で、念願のですね、船舶が使えるようになったので、ここに、はい、貨物港を置いております。本当はね、ここに置いて、で、さらにここにも置こうかななんてちょっと思ってたんですけどね。まあお金もかかるしいいかなっていうことで、とりあえずちょっと保留にしております。はい、で、今回なんですけども、前回の最後の方でもね、ちょっと言ったと思いますが、段ボールのマークが消えた代わりに、これですね、教育を受けた労働者が足りないということで、大学を一つポンと立てておきたいなというのと、あとですね、道路事情、交通事情ですね、一応地下鉄が走ってはいるんですよ。まだまあここがつながってはないんですけど、こことね、ここをつなげないといけないんですけど、まあ、こういう感じで、まあそれは置いといてですね、はい、後でつなげるんですが、うわ、お金が足りない、マジか。その後ですね、こう見てもらって分かるように、こう横にしか、こう円状にしかね、つながってないんですよ。なんで、こう縦につながるような、車以外のね、交通手段も必要かなということで、飛行船も考えたんですよね、空から。そしたらレールも引かなくていいしね、あれだなと思ったんですけど、意外ともしやモノレールの方が安いんじゃないかななんて思ったりもちょっとしまして、はい。で、まあ自分がね、こう船を使ったことがない、船じゃないや、飛行船ね、使ったことがないっていうのもちょっとあったりもするんですが、なので、モノレールをね、今回はお金をが許す限り使っていこうかなと思います。モノレールは1万5000の、2万で3万5000で行けるのでね。ところが、こっちは2万の1万6000なのね。ちょっとだけモノレールの方がお得でも、その分やっぱりレールを引かないといけないので、まあトントン、もしくはモノレールの方がちょっと上回るかなっていうような、状態ではあるんですけど、とりあえずね、地下鉄完成してないので、それをまず完成させていきたいと思います。で、融資の方がね、3つ3社から全て借り入れをしております。で、一旦返済して、でもう一回借りとこうかな。これって意味あんのかな、あんまないかもしれないんだけど、とりあえずこれで、やっていこうと思います。はいはい、3万6千人巨大都市になりました。次と次の次、メガロポリスが最後なんですけど、ま、それは置いといて、いろいろね、建てれるようになったんですが、我が町にはもう太陽熱発電があるので、まあ電力は原子力とかは建てるつもりはないです。はい、で、貨物ハブがね、建てれるようになったっていうので、ちょっと、まあ余裕があったら建ててみようかなと思います。はい、シナリオ目標いきましょうか。前回が150周で、これだね、2万6000人だったから、果たして1万人はどれぐらいで増えてるのか。じゃん、あ、意外と200いくかなと思ったら、188周で3万6000人なんで、お、ちょっと希望が見えてきたかもしれないですね。本当にもうギリギリになっちゃうかもしれないですけど。で、街はこんな感じになってます。もう結構パンパンなんでね、新しく、買ってもいいかなってちょっと思ってます。はい。なんで次回は買おうかなと思うんですけども、一応、ここがね、一番端っこなので、ここから端は、左端には買えないんですけど、上はないかな。こっちか、それかこっち、前回確かね、こっちの方買って、で、高速道路でつなげてっていうのをやったと思うんですけどね。まあそうしようかなとちょっと考えてはいます。はい。で、ここの川の部分なんですけども、平らにしてですね、あっちのダムがあったところの川と同じような感じで、さら地にして、新しく、土地作っていくのもありなんじゃないかなと思ったりも、してます。さあ、ちょっとね、希望が見えてきたので、若干嬉しい限りではございますが、まあ、街の様子はね、こんな感じで、一応フェリーも作るには作ったんですけど、今止めてます。なぜかというと、乗客はね、ゼロなんですよね。はい。乗客ゼロなんで、走らせてもまあ意味がないかなということで、一旦止めてはおります。はい。
じゃあ次回はタイル買うとこから始めようかな。意外と順調にいけてそうでよかったです。はい、ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったの、面白かったのと思う方は高評価、チャンネル登録、あと、コメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。